ははいこんにちは中3数学予習講座今日は掃除の、えー、8回目、えー、三角形の中に平行線を引っ張った時の,、えー線分のね、1線分の長さを出していくっていうテーマでやってみましょうこの「中学受験桜くら,らチャンネルは」は私滝谷直が、えー、塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです いいなと思ったらチャンネル登録そしてメンバーシップお願いしますさあでは早速やってみましょうさあ、えー、三角形 ABC にその BC に平行な DE を引いた時 a d 対 a b d c 対 b c a e 対 a c となるとで今日はねこういう場合ね 三角形 ABC の BDBA を延長し CA を延長し BC と平行になるような ED をきっと引っ張る。そうするとね、今度どうなるかっていうと、えー、ここ、角 B と角 D が錯覚で等しい。角 C と角 E が錯覚で等しい。で、同位角が等しいですから、AB 対 AD の人、 AC AE c 対の日と BCED 対、ED、の日これ対これ,これ対これはこれ対これはこれ対これという形になるんだということだねもういけますよこれ対これとこれ対これとこれ対これです反対になってますからねでここに注意してちょっとやってみましょうさあ DE 平行 BC の時、XY、の値を求めなさい さあ、これ ED と BC 平行です。角 B に対応するのは角 D です。角 C に対応するのは角 E です。角 A に対応するのは角 A です。ですから、これ対これは、これ対これは、こ,これ対これということになるわけです。あ、これちょっと一つ、待ち、書いてないね。えー、っと、これ4だ。ここ4。AD4 ね。さあ、そうするとね、 えー、AB 対 AD がこれ8対4ですからね相似比が2対1だと分かりますよね2対12対12対1なんですよですから2対1はさあ x 出しましょう2対1はって言ったらこれ10対 x ですね10対 x さあ外側同士かけると 2x 内側同士かけると10 X は5です。さあ x5 と出ましたじゃあ今度 y 出してみましょうさあ8対4ですから掃除比は2対1です2対1は y 対7という形になりますね2対1は y 対7内側同士かけます y は外側同士 14y は1 4ンチということになりますさあ2番 さあ、これも、ね、角 B に対応するのは角 DC に対応するのは角 E これ対これはこれ対これはこれ対これという形になりますと8対6ですから8対6なので掃除比4対3になります4対3なんです4対3は14対 x ということになりますね 14対 X。さあ、外側同士かけます。4X。内側同士 3×14。42。さあ、X は4分の42。えー、2分の21ですから 10.、10.5千10.5ですね、X はね。さあ、えー、今度 Y 出してみましょう。4対3ですね、これね。これ対これは、これ対これですから。 4対3は y 対9さあ 3y は四三十六。y は十二ですさあラストですさあ今度横になっても同じねさあ b に対応するのは d です c に対応するのは e です角 a に対応するのは角 a ですですから これ対これはこれ対これはこれ対これってことになるわけねと、えー、7と8.4が分かりますから7対8.4最初に簡単にしちゃいましょう7対8.4は70対84ですさて1414 14でやっていくと5対、えー、6ねだからこれ5対6なんですよどの辺も5対6なんです さあ5対6は x 対7.85対6は x 対7.8内側かけて 6x 外側かけて 5×7.8854 くらいがあって 753539x イコール6分の39約分して3分の133分の13嫌な数字ですねさあじゃあ今度 y 出してみましょう 5対6は7.5対 y です。5対6は7.5対 y。5y は、えー、6530645ですね。さあ 5y は45ですから y は9。y は9ということになりますね。さあね、ここ対ここは、ここ対ここは、ここ対ここ。 でそれで比例しくって日、えー、辺の長さが出せるようにしましょう。いいなと思ったら、えー、チャンネル登録、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。